岸田総理大臣はイギリスで開催されている地球温暖化対策の国際会議 COP26 に出席するため、先ほど羽田空港を出発しました。岸田総理にとって初めての外遊となる今回の COP26 ですが、8時間という短い滞在時間の中で気候変動問題における途上国支援など積極的な姿勢を示す方針であるほか、対面での首脳会談にも臨みます。今回の COP26 ではパリ協定を採択した2015年以来となる首脳級の会合が実施されます。日本としては2050年カーボンニュートラル実現に向けた具体的な方針や途上国への支援など気候変動問題において世界を牽引する姿勢を示したい考えです。岸田総理は今回イギリスのジョンソン首相と初めて対面での会談を行う予定ですが、政府関係者によりますと、イギリスから求められている石炭火力の全廃には、日本として応じるのは難しいとの姿勢で臨む見通しです。